はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね1月9日月曜日ということで、今週もですね月曜日ガチャやってまいりましたので、おすすめ選手ランキングということでやっていきたいと思います。さっきもね、据え置き版で配信をしていたんですけれども、今週はですねこちらのガチャが来ております。はい、こちらですねマンチェスターガチャということで、マンチェスターのねダービー、マンチェスターダービーのガチャが来ておりますと。確か14日なんかにねマンチェスターダービーがあるみたいで、その試合から登場といった感じなんですけれども、もうこんな感じでマンチェスターユナイテッドから4名とマンチェスターシティから4名の計8名といった感じですね。でガチャを引ける回数は3回ってことで、ラインナップはねブルーノ・フェルナンデス、デヘア、リサンドロ・マルティネス、アントニー、フォーデン、アルバレス、カイル・ウォーカー、アケということで、こん中だとカイル・ウォーカーとアントニーがね週間 FP じゃねえわ、 FP 初登場ということで、割とね貴重というか珍しいんじゃないかなと思います。で最初にね引くべきか引かないべきかってところ話していこうかなっていう思うんですけれども、個人的にはね今回のガチャはねスルーでいいと思います。正直最近ワールドカップがあって、そのガチャがねだいぶ良かったっていうのもあるんですけれども、今回の月曜ガチャだいぶ渋くなってるんで、美課金無課金の方はね間違いなくスルーでいいんじゃないかなと思います。僕みたいなね課金してる方とかはね、アントニーとカイルウォーカーとかね初登場ですし、引いてもいいんじゃないかなとは思いますね。ってことで早速ねおすすめ選手ランキングやっていった後に、今日はね最後ガチャもね引いていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まず5位はこちら、ブルーノ・フェルナンデスですね。5位に選ばせていただきました。この選手はね、普通にね、有能というか普通に強いんですけど、さすがに登場しすぎじゃねっていうね、もう何回出たブルーノ・フェルナンデス。多分持ってない人本当にあんまりいないんじゃないかなっていうレベルで、めちゃくちゃ登場してると思うんですけれども、能力は強いんですけどね、5位に選ばせていただきました。レベルが22レイまで上がる中で、まずプレイスタイルが2列目からの飛び出しということで、最近登場してるブルフェルはね、チャンスメーカーとかでもあったんで、そこの差別化としてはいいんじゃないかなと思います。できるポジションが OMF と CMF で、能力見ていくとこんな感じですね。グランダーパスとフライパスがもともと8で乗っかっているって感じで、他の数字だとキック力も乗っかってますね。スタミナも8で乗っかってます。で逆足の頻度と精度が高い、波が普通ということで、逆足使えるんですけれども、これ波がね普通なのは残念なポイントかなと思います。ただね、レベル上限があれだけある中で、この能力値は結構高いのかなっていうふうに思うので、やっぱり能力的には結構いいんじゃないかなと思いますね。スキルを見ていくと、ルーレット、アシュラコントロール、ミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパスを持ってますね。で、ピングルを持っていて、アウトスピンキックを持っていますということで、能力はもちろんね、スキルもね、かなり優秀なんで、この選手はね、初心者とか復帰勢の方はね、かなり使えるんじゃないかなと思います。波が普通っていうところと、正直もう何回も登場してるんで、結構ね、持っている方多いんじゃないかなというところで、今回ね、5位に選ばせていただきました。チャンメのブルーノ・フェルネスしか持ってない方はね、この2列目からの飛び出しのブルーノ・フェルネスを狙って引くのもありなんじゃないかなと思います。ということで、5位がブルーノ・フェルナンデス。でした。続いて4位見ていきます。はい、ということで4位はこちらアントニーですね。4位に選ばせていただきました。この選手が FP でね初登場ということで選ばせていただいたんですけれども、僕ね据え置き版プレイステーションバージョンでさっき当たって、ね、使っていたんですけれども、使用感自体は結構軽かったですね。レベルが23レベルまで上がりますということで、プレイスタイルがねウイングストライカーで、できるポジションが右サイドハーフと右サイドのウイングということで、やっぱりねこのサイドしかできない、そして右しかできないというのはねちょっと残念なポイントかなと思います。この適性が薄いね OMF とか、FC とかできればねかなり良かったかなと思うんですけれども、右サイドしかできないということで、サイドを使ったフォーメーションの方はね結構いいんじゃないかなと思います。能力値を見ててもね、やっぱりこのドリブル能力値もともと8乗っかっていて、スピードっていうところですね、ここ見ていくとスピード84、瞬発が86ってことで、足がめちゃくちゃ速いですね。確かボディコンもねもともと8乗と結構高めになるんで、使用感自体はめちゃくちゃ軽めになってます。ただねパスが若干下手だったりとか、決定力はね低かったりするんで、ここに関してはね育成で、補ってあげるといいのかなっていうふうに思うんですけれども、僕はね完全にドリブルとスピード中心に育成しましたね。バランスよく育成するか尖って育成するかっていう感じかなと思います。で逆足の頻度がやや低い、精度が普通、波が普通ということで、この選手もね逆足もあまり使えないし、波も普通ということで、ここはね残念なポイントかなとは思いますね。スキルを見ていくと、シザース、エラシク、ルーレット、あとはコンカ持ってますね。ドロップシュート、あとワンタッチシュート、ピンポイントクロスということで、サイドの選手なんでね、ピンポイントクロス持ってるのはめちゃくちゃいいポイントかなっていうふうに思うんですけれども、ドリブルブル系のスキル持ってる中で、このダブルタッチがないとはね個人的には結構痛いのかなと思います。正直これでダブタがついてたら、調子良かったら使ってもいいかなっていうぐらいではありましたね。とはいえね、右サイドとかしかできないとは言いつつもね、ドリブルの能力とかはかなり高めになるんで、スタメンじゃなくてもねスパサブ要因とかとしても使ってあげて面白いんじゃないかなと思います。FP で初登場ということでね、ぜひね新たな方は使ってみてください。はい、ということで4位がアントニーでした。続いて3位見ていきます。はい、ということで3位はこちらフリアン・アルバレスですね。3位に選ばせていただきました。この選手ね結構強いと思います。
レベルが32でまで上がる中で、できるポジションが CFST、そしてミニウィングできるわけなんですけれども、プレイスタイルがリンクフォワードということで、まあ、これから能力値とかね、プレイスタイル解説していくんですけれども、この能力値とかで、このリンクフォワード結構珍しいかなっていうふうに思ったんで、よかったらね、見ていっていただければなと思います。全体的に能力がね、かなりバランスがいい感じになってます。全体的にこんな感じで70乗っかってる人がね、かなり多いんで、本当にね、バランスよく育成してあげれるんじゃないかなと思います。リンクフォワードの結構適したね、能力かなと思いますね。なんかアグレッシブネスもね、もともと72ありますし、スピードも72、瞬発も70になってることで、まあ、足もそこまで遅くないですし、本当に全体的にバランスがめちゃくちゃいい能力してるんで、結構リンクフォワード向きなんじゃないかなと思いますね。で、逆足の頻度が高い、精度が高い、波も小さいってことで、ここに関してもいいと思いますし、スキノを見ててもルーレット持っていて、ミドルシュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、スルーパス、ピンポイントクロス持っているってことで、このワンパワンシュースルーパス、ピンクロ持っているリンクフォワードとかってあんまりいないのかなって思うんで、そういった意味ではね、このアルバレスかなりいいんじゃないかなと思います。結構相手にしていても強かったりとかして、まあ、このタイプの本当リンクフォワードなかなかいないのかなって思うんで、ぜひね、当たったら使ってみていただければなと思います。ということで3位がアルバレスでした。続いて2位見ていきます。はい、ということで2位はこちら、フォーデンですね。2位に選ばせていただきました。この選手も正直ね、ブルーノ・フェルナンデスと同じぐらい結構登場してるかなっていうふうに思うんですけれども、まあ強いよねと。やっぱりフォーデン強いねってところで2位に選ばせていただきました。レベルが22レーンまで上がりますってことで、できるポジションはね、相変わらず多いですね。左ハーフ、左ウィング、そして中央だと ST、OMF、CMF ができますってことで、プレイスタイルがチャンスメーカーですね。で、能力値もね、やっぱりめちゃくちゃ高くて、ボルコン、ドリブル、ボールキープ、ここね、85、84ってことでめちゃくちゃ高い数値乗っかっていますし、下の方を見ていっても、スピード76、瞬発も80ってことで、瞬発ももともと高いですね。で、ボディコンも83ありますってことで、やっぱりね、この使用感の良さがね、フォーデのいいところなんじゃないかなと思います。で、逆足の頻度がやや低い、精度が普通、波普通ってことで、ここがね、本当にこのフォーデン残念なポイントではあるんですけれども、まあ、それも能力値高いよねってところで、今回選ばせていただいたっていうところですね。で、スキルのを見ていくと、ダブタン持ってて、ワンパス、ルーパス、バックスピンロブ、低弾のロブ持ってますってことで、相変わらずね、シュート系のスキルは持っていないんですけれども、ワンパス、ルーパス持っていて、ダブルタッチ持ってるんで、まあ、ポジション適正的にもチャンスメーカーですし、やっぱりね、OMF とか CMS とか、まあ、左ハーフとかで使ってあげるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、この選手に関してはね、まあ、スキルも全部埋まってないですし、逆足とかも使えないんですけれども、やっぱり能力値がめちゃくちゃ優秀ということで、2位に選ばせていただきました。まあ、フォーデン持ってない方もあんまりいないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、持ってない方はね、ぜひね、獲得したら使ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、2位がフォーデンでした。続いて、1位見ていきます。はい、ということで、1位はこちら、カイル・ウォーカーですね。1位に選ばせていただきました。まあね、FP で初登場ってことで、まあ、若干そこの補正もありつつね、1位に選ばせていただいたんですけれども、まあ普通にね、かなり強いんじゃないかなと思います。レベルが28点まで上がりますってことで、ポジション適正がね、右サイドバックのみで、プレイスタイルがね、攻撃的サイドバックなんですけれども、相変わらずね、カイル・ウォーカーね、めちゃくちゃ足速いです。はい、見ていきましょう。スピード86ってことで、これ4上げてあげたら90乗っかってくるっていうね、本当にやっぱり、カイル・ウォーカー相変わらずサイドバックだったらトップクラスっていうか、本当に一番最速なサイドバックなんじゃないかなと思います。まあ、他の能力値見ていってもね、普通にディフェンス能力もまあ70ぐらいまであるんで、攻撃的サイドバックにしてはね、いいのかなっていうふうに思いますし、パスとかドリブル能力とかもね、まあそこまで低くないんで、攻撃的サイドバックとしてはやっぱりね、かなりいいんじゃないかなと思います。あと、スタミナもね、もともと83ってことで、まあ、攻撃的サイドバックなんでね、こう上下の運動、かなり激しいかなっていうのは思うんですけれども、そこもね、心配ないんじゃないかなと思います。逆足の頻度がやや低い、精度が普通、波普通ってことで、この選手もまあ、波普通で残念なんですけれども、マンチェスターシティなんでね、まあ、コンディションが良くなったら使えるかなっていうところではありますね。まあ、逆足に関しては右サイドバックなんで、あんまり気にしなくていいんじゃないかなと思います。機能を見ていくと、エッジターン、ジクラターン、アシュラコントロール、低弾道ロブ、ロングスロー、マンマーク、インターセプト、スライディングタックル、アクロバティックや闘争心ってことで、まあスキル意外とね、ディフェンス系のスキル持ってるんで、ここに関してもね、まあ普通に優秀なんじゃないかなと思います。まあやっぱりね、FP 初登場ってこともありますし、能力値もね、微妙に上がってるんで、まあね、獲得したらぜひね、使ってみていただければなと思います。はい、ってことですね、今週の月曜日のガチャ解説していったんですけれども、いかがだったでしょうか。今週はちょっとね、僕もね、ガチャ引いていきますかってことで、ちょっと3回で引いていきたいと思います。個人的にはやっぱりね、アントニー、フォーデン、まあ、アルバレス、カイル・ウォーカー。まあ、でもこの5人とか、5人まで選ばせていただいた人たちは欲しいんですけど、特にやっぱりアントニーとか、カイル・ウォーカーとかね、新登場の選手は欲しいかなっていうところですね。てことで早速引いていきましょう。はい、100円獲得ということで。いやー、何来るかな。ちなみに強気版ではアントニー引きたんですけど、こっちはカイル・ウォーカーとか、個人的には欲しいですね。ここはまあ、安定のしっかりイングランドで、欲しい5。まあ、ここはね、当たり前ですから、ここからどうなるか。お、これはシティだ。
47番ということは、来ましたね。フィル・フォーデンってことで、いや、これは結構幸先いいんじゃないですか。フォーデン、僕アプリだと多分まだ持ってなかったっていうか、アプリね、最近始めたばっかなんで、いや、これは普通にでも嬉しいですね。ここであとは改良オーカーとか引けたらもう完璧なんじゃない？ちなみに僕、据え置き版の方だと全員3人ともね、マンチェスター・ユナイテッドだったんで、こっちではね、シティを引いていきたい。ここで、イングランドの星5、誰来るか。おっと、これは19番って、19番って誰だ？アルバレスか？おー、アルバレス普通に嬉しいぞ、これ。アルバレス相手にも結構強かったから、いや、これ嬉しいですね。さあ、続いてラストを引いていきたいと思います。まさかこれ、アプリでは全部シティで、西洋キャラ全部になるとか、そういうパターンあるかな。最後、カイローカー来てくれ。イングランドの星5。さあ、誰来る？これ結構ドキドキだな。おっと、まさかのシティ。来た？来た？来たんだけど、待って、マジか。まさかのカイローカー。やばくない引き。カイローカー、アルバレス。フォーデアめちゃくちゃ良くない？アプリでは全部シティを引き、据え置き花全部ユナイテッドだったんですけれども、これってそういう仕様とかじゃないよね。いや、すごいな。はい、ってことでね、めちゃくちゃいい引きはできたかなっていうふうに思うんですけれども、まあ正直ね、今回のガチャはね、スルーでもいいのかなっていうところ僕は思いますね。まあでもね、やっぱりマンチェスターが好きって方とか、まあ課金税の方とかね、引いてもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでいいところを挙げてますので、ぜひよろしければね、コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画をしましょう。じゃあねー。